スロバキアの地方行政区画。スロバキアの地方行政区画。アドミニストレイトバーンクレノニー・スラベンスカは、クライ、県、地方、軍、英語、リージョン、カウンティー、オークレス、軍、または、地区、英語、ディストリクトと、メスト、市、または町、英語、シティ、タウン、オベック、村、または、基礎自治体、英語、ミューニセパラティ及びボジェンスキーやブバド、 軍区、英語、ミリタリーディストリクトで構成されている。現在の区分は1996年の地方、行政区分再編で発足した。八つの位が設けられている。第一級地方行政区画としての位は、スロバキア及びチェコでのみ用いられる用語で、国の一部を意味し、英語では、リージョン、カウンティー、テリトリー、プロビンスとなるなど、と言語で訳出する場合は、 複数の表現が見られる。日本語では、近隣のドイツやオーストリアにおける、第一級行政区画、州、ドイツ語、ランドの訳例に習って便宜的に、州と訳すケースがごく稀に見られるが、ドイツ語ランドのスロバキア語及び、チェコ語における訳語は、クライではなく、チェコスロバキア時代に、クライより、さらに上位の、第一級行政区画の名称として用いられた、クライナ。 スロバキア語呼びゼメイ、チェコ語である。このためクライの訳語は、チェコと共に、県が用いられるのが、一般的である。このほか、地方、軍と訳される場合もある。スロバキアにおいては、チェコスロバキア時代の1990年に、クライ制が廃止される以前は4県、ブラチスラバ、西部スロバキア、中部スロバキア、東部、スロバキアが設けられており、1996年の、 再編時に8県体制で復活した。各県は政府各省庁の出先機関である県庁、クレイジスキーユーラドが管轄していたが、欧州連合加盟に備えた地方自治体法改正で2001年に日本の都道府県庁と同等の地方自治権を持った県自治政府スマースプリブニークライが発足して、権限移管が開始され、県庁は2007年9月に廃止された。 県庁が所管していた国の業務の一部は政府の地方庁アブバディン・ワイ・ユーラドが継承している。県の会にあたる区分で1996年の行政区画改編時に38オークレスが79オークレスに再編された。相当する英単語はディストリクトで一般的に軍と訳される。特別市であるブラチスラバ市及び コシセ市の地域内にも合わせて9つのオークレス、ブラチスラバアイブラチスラバ V、コシテアイコシテイオンがあることから、区、地区と訳されることも多い。かつては軍ごとに行政機関の地区役所が置かれていたが、地方自治体制度の再編に伴い2004年1月までに役所の統廃合が進められたため、現在は統計などで用いられる名目上の区分となっている。 自治体編成法、全君王、オベクナムスライア D に、スロバキア国民議会1990年法律第369号に基づき、全国に138のメストと、3軍区を含む2883のオベックが、設けられている。日本語においてメストは、首と訳されるが、市外規模に応じて任意に、町と訳されることもあり、明確な基準はない。 いずれも直接選挙によって、地方議会及び市長を選出する。また、ブラチスラバ市及び、コシテ市は、特別法のスロバキア共和国市と、ブラチスラバ市法、スロバキア国民議会1990年法律第377号、及び、コシテ市法、スロバキア国民議会1990年法律第401号に基づく、特別市で市長及び、 市議会のほか、市内閣外区の区長及び区議会についても直接選挙で選出している。オベックは、自治体編成法で示す条件を満たすか、将来的に条件を満たすことが見込める場合、メストを名乗ることができる。同法に定める、メスト昇格の条件は次の通り。事前に、住民投票を行って、住民の承認を求めることが慣例となっており、 1997年には、トルナバ県ドナイスカーストレダ軍で、住民の反対票が多数を占めたため、条件を満たしているにもかかわらずメスト昇格を断念したケースもある。2008年末における、人口規模で最大のメストは、ブラチスラバ市、428,791人。最小のメストは、バンスカービストリツァケンベルキクルチーシュ軍の1,434人。 および同県クルピナ軍、ドゥジンツェ市、1500人である。また、最大のオベックは、コシテケ県スピシュスカーノバーベス軍の、8605人、ついでトレンチイン県プホー軍の、6052人で、両村を含む12村が、人口5000人を超えている。軍区、は、軍区法、スロバキア共和国国民議会1997年、法律、 第281号に基づく行政区画。地方自治体に属さない国有の国防用地で国防省が行政機能を直接所管している。チェコスロバキア第一共和国末期に政府が演習場用地として村ごと接収する形で設けたのが始まりで第二次世界大戦中及び戦後の社会主義政権下で国内各地に設置された。現在は軍事演習場。 VVP、ボジェンスックバイクバコーブプリーストリのザーホリエ軍区、ブラチスラバ県マラツキ軍、レシチ軍区、バンスカービストリザ県ズボレン軍、バラシュコーチェ軍区、プレショウ県、フメンレイ軍の3軍区が存在する。また、ヤボリナ軍区、プレショウ県、ケジマロク軍は、社会主義政権による接収に際し住民への保障が、行われなかったとから一部区域における国の、 権利状態に疑問が生じる状態となっていたが、軍区内の毛島六軍人演習場の休止に伴い、国有地のまま行政区画を周辺自治体に分割併合し2011年1月1日に廃止された。メスト及びオベック内における地籍を示す区画として、自治体編成法で外区、村区を定めている。また、通称地名として、市外、TVR、団地、 サイドリスコ、集落、おさも用いられている。いずれも、日本の町お及び大技、障子に相当する。特別市である、ブラチスラバシ及び、コシツ市内の外区では、住民の直接選挙によって、区長、ストレスタと、区議会議員を選出している。欧州連合加盟に伴って、欧州委員会統計局、ユローシュタットの地域統計分類単位、 スタタスティカゼムナジェドノートカ、フツゴ、ナッツ、ノーマンクレイチャーでユナイズ、テリトリアリーズ・スタタスティックスが新たに設けられた。スロバキア国内のナッツ、ナッツ1から3区分とコードは次の通り、チェコスロバキア第1共和国時代及び、スロバキア第1共和国時代のスロバキア域内には、現在の位にあたる、ズピ、県、または、軍が存在した。 中世スラブ圏で用いられた領独分の名称が由来で、9世紀のモラビア王国時代に誕生。1918年のチェコスロバキア建国時に、オーストリアイコールハンガリー帝国時代の区分をほぼ継承し、以下の16県が設けられた、括弧内は中心都市。ズピの下には94のオークレス、軍、または地区と4つの自治都市。 バンスカービストリザ、ブラチスラバ、コマールのコシテがあった。後30四が新たに自治権を獲得した。県は1923年に上級県、ビルザッピーとして6県、ブラチスラバ、ニトラ、ポバジュ、フロン、タドラ、コシテと79軍、後77軍に再編され、1928年に廃止された。後 第一次スロバキア共和国時代の九百四十年から九百四十五年まで行政単位として復活し、六県、ブラチスラバ、ニトラ、トレンチィーン、タドラ、シャリシュゼムプリイン、フロンが置かれた。九百二十八年、ズピセイを廃止して、より上位の州に相当するスロバキア語由来のクライナ及び、チェコ語由来のゼムセイが導入され、チェコ州、チェスカゼム、 チェコ語、ゼメイチェスカ、モラビアイコール、シレジア州、モレブスコ、スライスカゼム、チェコ語、ゼメイモレブスクスリススカ、スロバキア州、スラベンスカクライナ、ポトカルパトスコルスク、シモ、カルパティアルテニア州、パベカーパクコリスカゼムの4州に区分された。修正はスロバキア第一共和国発足の1938年まで、及び、 第二次世界大戦後の1945年から1948年まで実施された。スロバキア州は社会主義政権樹立後の1948年12月に6県、クライ、ブラチスラバ、バンスカー・ビストリツァ、コシセ、ニトラ、プレショウ、ジリナに分割された。1960年に3県、西部スロバキア、中部スロバキア、東部、 スロバキアに再編され、1968年に西部スロバキア県からブラチスラバが分離した。クライ政はブラハの春を受けた連邦政以降で、スロバキア域内が共和国、リップブリカとなった1969年に一時廃止された後、1970年12月28日に復活。この時ブラチスラバがクライに昇格して4県となったが、民主化後、 チェコスロバキア連邦共和国による1990年11月の地方行政機構再編時に廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。